ドジャース4-0ロ,ロッキーズ、日本時間3日、ロサンゼルス、ドジャース、大谷翔平投手が累上で見せた行動に注目が集まっている。2日、日本時間3日の本拠地、ロッキーズ戦で走塁用グラブを口に加えたところ、上下にゆすらゆすら、犬が甘がみしているようなシーンに、ファンはデコピンと入れ替わってた。 可愛い,いワンちゃん、と声を上げている。大谷はこの試合に、2番、指名打者、で出場。サンダスウムアンダも、打撃妨害と敬遠支給で出塁し、勝利に貢献した。6回に打撃妨害で出塁した際、グローブを口に加える仕草がワンちゃんのようだ。この日の試合では、イベント、パップスインザパーク、球場に犬を連れて行こう。 が実施され、多くの犬が飼い主と共に来場。スタンドから試合観戦、した。ファンは大谷の愛らしい行動に反応。かわいいワンちゃん、観客席から逃げてきたのかな。ハムハムしてましたね。可愛すぎて声出た。かわいい、とコメントが寄せられていた。